こんにちは。ブロガーそしてフォークシンガーの原慎一です。今回は2つのテーマを簡潔にお伝えいたします。1つ目はザポリージャ原子力発電所への IAEA 訪問後の展開について。詳細は原ブログに多数深他の記事をいくつか日本語訳し掲載していますのでそちらをご覧ください。サマリーをしますと9月6日火曜日に IAEA の調査報告書が発表されました。報告書には 誰が原発を砲撃しているかは書かれておらず原発からの軍装備の除去と原発及び周辺エリアに非武装の干渉地帯を設置することが提案されていました。同日この提案を国連安保理で IAEA グロッシー事務局長がビデオ中継で述べました。それに対しロシア国連常任代表のネベンジャ氏は原発が通常通り稼働しており 砲撃が唯一の脅威であることが確認できた。IAEA、e、が原発に常駐を置くことを歓迎すると評価した上で、原発に重火器はない。あなたが見たのはどのような軍装備ですかとグロッシー氏に尋ね、干渉地帯の設置は真剣な提案とは考えない。そうすればウクライナ軍はすぐに占領しに来るだろうと述べました。 このようになっています。残念ながら、ウクライナ軍による砲撃が止むことを期待させる要素は今のところないのが現状です。二つ目のテーマは戦局関連です。実は戦闘エリアが拡大し、ヘルソンだけでも5つのエリア、東部戦線ではたびたびお伝えしているウクライナ軍の防衛ライン上の都市に加え、ドネツクやイジューム、 ハリコフのエリアでも戦闘が活発化しています。ただし、今のところは前線に大きな変化は生じていないようです。ウクライナ側が戦線を拡大している理由ですが、カディロフ氏がテレグラムで引用した記事によれば、ウクライナのレズニコフ国防省から NATO へ20万人の兵士たちに早急に防寒着と冬用テントと要請が出されています。 ウクライナ側は冬の準備ができていないとみられ、動けるうちにできるだけ支配地域を拡大したいとみられます。そんな中で、一つ重要な変化をもたらしうるロシア連合軍ワグネル部隊の戦果がありました。ウクライナ防衛ラインの最重要都市バフムート近郊で、ワグネル部隊がコデマ村の支配を確立したとのことです。 ここを拠点にザイツェボを攻め落とせばバフムートを南北から挟み込むための南側の拠点が得られます一方北側ではソレダウルを攻めているチェチェン部隊ですが先日セベロドネツク解放で功績のあったアプティ・アラウジーノフ司令官が戦線に復帰したことをブログでお伝えしましたさらにカディロフ氏がテレグラムに次のように投稿しています ドネツク方面から素晴らしいニュースが届いています。攻撃中の連合軍は敵を粉砕し、新しい領地を占領しています。私はあなたに良い知らせをお約束しました。あなたはすぐにそれを受け取るでしょうが、少々お待ちください。そして、現在前進している連合軍を支援するために、さらに数千人の志願兵とエリート戦士が派遣される準備をしています。 真の軍事プロフェッショナルを含む新しい部隊が作られました。2つの連隊と3つの代隊です。ドネツク方面とあえてぼかした言い方をしているのは、ドネツク市なのか防衛ラインなのかを敵に特定させないためとみられますが、9月から10月にかけ、この方面の展開が注目されます。 今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。See you.